皆さん、こんにちは。今日は2024年9月24日火曜日です。今日のテーマは中国政府関与詐欺について。これはですね、ドイツの環境保護省が話をしました。中国政府の詐欺です。ロシアの RS-28 サルマートという大陸間弾道ミサイル発射して失敗しました。これはですね、結構ひどいんですよ。中国政府のメンツも大変です。またアメリカの会社、シスコシステムズという会社があって、中国から撤退するという話が出ています。中国の会社ですね、ボーイングシャ製の52機、 飛行機を発注しましまたやはり習近平はアメリカとの関係を改善するという動きがあるでしょうかこういう情報もあるんですよ。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。まずですね、日中の関係です。北京日報ですね。北京日報ありまして、それはですね、人民日報の子会社です。北京日報にはですね、 中国の WeChat というアプリがありまして WeChat にはですねニュースという機能がついているんですよ北京日本には北京日本この WeChat アプリにニュースというものをですね報道しました内容を言いますと皆さんですね怒ると思います私もおかしいと思いますので怒っていますこの1年ほど日本はずっと拒否してきました でも最後、日本は折れました。なので、日本の方が負けたんです。っていうふうに報道したんですね。原因を言いますと、中国政府ですね、福島の水について、ものずーっと批判してきました。これは皆さんはご存知でしょうと思います。まだ、フィックニュースもたくさん作って拡散してきました。 しかし、深鮮では、まあ、日本人学校ですね、子供さん狙う事件で、やはり犠牲者が出ました。中国政府としては、福島の原発の水について温泉水とは言わずに、まだ日本の海産物、段階的に解禁しますよ、輸入しますよ、と言ったんですよ。 中国ではですね、この真実を知らない人をですね、逆に中国政府の方に向かって批判しました。中国政府のこと、無責任でしょう。というふうに批判したんですよ。ここで、北京日本はスマホ、WeChat アプリにこの記事を送付しました。つまり、堂々とやってはいません。でも、裏で結構普通にやったんですよ。あまり、 目立たないという傾向はあるのですが、でも中国ではみんな見えますので、まあ、中国ではみんなウィッチャ e と使いますので、内容としては中国政府ずっと日本の原発処理水について調査、チェックを要求してきました。日本側はずっと拒否していたんです。918審査の事件があって、日本政府はこれで反省しました。やはりですね、子供さんが 亡くなったんですね。そして、中国の調査団を受け入れますよと妥協しました。この1年間、水をきれいにしたですと。中国のチェックを受け入れますので、中国の努力でこういうふうになったんですよ。最後、我々は責任を持ってチェックしますから、問題がなければ許してあげる。っていうふうにですね、こういう情報なんですよ、実は。これですね、おかしいんですよ。 どう考えてもですね、私はすごい、まあ、気持ちがですね、起こっています。中国政府っていうのは、いつも嘘のニュース、あるいはフェイクニュース、たくさん作っています。今回の目的ですね、中国の方が折れたわけではなく、日本が折れましたと。そして、中国にはですね、政治法科大学ありまして、China University of Political Science and Law という大学がありまして、中国の法律についてものすごい有力な大学です。9月22日、教授先生2人声明を出しました。亡くなった子供さんに謝罪する。こういうことですね、二度とならないように犯罪者のことを厳しく処することを提案する。それ以下のことはもう我々にはできないでしょうか。愛国主義を理由にして暴行する。 犯罪行為はダメです。国、民族の顔を守るために何をやっても良いという考えはとても危険です。国を愛するのであれば何をやっても良いというのは野蛮な社会です。外国で悪いことをしてきて帰ってきました。抗日の英雄だと評価する社会も正常の社会ではない最悪な社会です。 やはりですね、中国人が日本にいて、靖国神社で放尿したり、落書きしたりもあるんですね。また、愛国教育、恨む教育、復讐教育をしてるから、こういうことが起きました。文明の社会を実現するには、常識とまともな教育が必要です。ネットの時代となってきて、ネットでは、 反日に関する宣伝が多いんです。どこから来たでしょうかずっと。これは昔からあるんですよ。どんな内容を投稿しても、反日、あるいは愛国だと主張すれば、問題はないんです。我が国は変です。常識の方ですね。常識を持つ方は、生きていけないんです。あるいは生きにくいんです。反省する人は珍しいんです。勇気。 と、正義感を持つ方は被害者になってしまうんです。中国ではルールを守ると笑われる、愛国を煽動する人、犯罪者のことを英雄だよと評価する人、みんな凶暴者です、というふうに先生が言っています。でもですね、先生はこの内容を投稿してすぐに削除されました。というのがですね、今の中国の雰囲気なんですよ。 中国政府ですね、何も反省していません。何も対応していません。まともにですね、二度と何のように考えてもいないのが現状です。でも、日本の政府と取引しようとしています。もうすぐですね、24日今日ですが、中国の、えー、大きいですね、外務長官と上川大臣、ニューヨークで会談しますので、どういうふうに会談するでしょうか 注目したいと思います。中国政府ですね、何も反省していないんです。相変わらず、反日の宣伝してるんですよ。次ですに、ロシアの最強の武器、SRS-28、サルマートっていうものですが、これですね、見た目はとにかく大きいんです。各タンク等は15から16号搭載可能です。 アメリカの衛星情報ですが、これですね。before after です。サルマート発射失敗ですね。ミサルのサイロ地下から発射予定でした。でも失敗して、ミサルですね。サイロ自体が破壊されました。周りもものすごい被害を受けました。最強のミサルですね。何かがあるそうですね。アメリカ、欧州、また日本のことを さらちにできますよとずっと脅迫しました。射程は1万キロから1万8000キロです。超音速。大気圏の外で不規則動きますので100%撃墜されませんと。ロシアから発射すれば約3分間ですね。フランスのことですね。フランスをさらちにできますと自慢していました。まあ脅迫ですね。 2022年4月20日実験して成功したんですよ。ただしですね、当時は、まあ、完全な実験ではありませんでした。約2分間ほど10数キロですね、飛行したんですよ。それで成功だよと言ったんです。しかしその後4回実験して、まあ、脅迫ですが全部失敗しました。それでも2023年5月から服役となったんです。 でも今ですね、まだ脅迫しようとしたんですが、でも全然発射できません。イギリス側の情報ですが、プーチンさんはキム・ジン・オンに宇宙技術、飛行機、またミサイル技術を提供します。その代わりに北朝鮮の弾薬が欲しいんですよ。たくさん欲しいんです。ロシアは自分の知的所有権を北朝鮮に提供しました。 また、中国から電子部品とか工作機械欲しいので、ミサイルの防衛技術を中国に提供します。また、ロシアの原子力潜水艦技術を中国に提供するという情報がありました。まあ、ロシアですね、最強の防空システム、自称ですが S400。西洋には負けるんですが、でも中国には作れません。 これが中国とロシアの技術ですね。つまり、ロシアはですね、今回の戦争で持っている軍事技術、ほぼ全部ですね、北朝鮮と中国に提供したっていう意味です。でも、ロシアにすれば最強ですね。中国と北朝鮮にすれば最強ですね。でも、NATO から見て最強ではないでしょう。というふうに思います。月ですさ。 今年は世界の各国、首脳選挙の都市だと言われています。スリランカでも大統領選挙ありました。左翼野党の自民解放前線の党首、ディサ・ナヤケさんが勝利しました。ディサ・ナヤケさんのこと、マルクス主義者であったり、社会主義者というふうにたくさん言われています。原因はですね、 当時約束しました。平等を主張しました。社会主義を実現するよと主張しましたし、また腐敗を取り締まり、貧富の差をなくすことをですね、たくさん約束しました。ただしですね、すごい事実で当選されたわけではありません。1回目の集計で過半数を獲得した候補者はいまいませんでした。2回目の集計で ギリギリ当選しました。つまりこれで社会主義になるとは限りません。やはり憲法ですね。修正しなければいけません。例えば憲法には生産資料についての定義ありまして、国が所有するでしょうかあるいは国民がそれを所有するでしょうかこれが社会主義の魂なんですよ。資本主義の国では生産資料について 個人が所有するんですよ。例えば、生産者といえば、土地ですね。これが一番大事なんです。これが基本なんです。だから中国では土地ですね。使用権です。所有権ではありません。なので、水リラではこれから憲法改正あるでしょうかまだ外交については少し問題があります。中国とインドですね。争っています。 やはりスリランカはあまり豊かな国ではありません。インドと中国ですね、スリランカに対してジュースを断る、貸していました。特にスリランカは地のシのクロードプロジェクトに参加しています。ディサ・ナイアさんは、としては、反インドです。新中国です。これについて、まだ動きがありましたら、話をしたいと思います。次ですよ。 イスラエル側の情報ですが、ヒズボラ組織にいる第2位の人物ですね。ここにいるのですが、まあ、結構主要人物ですが、ポケベルと無線機の爆発で怪我はしませんでした。その後、9月21日の空襲で犠牲となったんです。イスラエル側の説明としては、9月の20日の深夜、ヒズボラ高級幹部たちは、 会議を開催しました。予定ですが、10月7日に、えー、ガリ、ラヤ、征服というテロ,テロ計画をしていたんです。しかし、この人物とはアメリカはですね、700ドル、700万ドル出して、締名手配したんですよ。この人はですね、飽きるだと言います。しかしですね、この人物はアメリカは700万ドルも出したんですよ。 それでも情報はありませんでした。まだですね、まだ続きます。あり、タバタバイという人間が今回ですね、9月23日の空襲で亡くなったんです。同じくアメリカは500万ドルを出していました。この人の行方を情報を提供してくれたら500万ドル出しますよと言ったんですよ。でもですね、情報はありませんでした。つまりアメリカは 探しても見つかりませんでした。でも、イスラエルの空襲でヒズボラ組織の要人はどんどん狙われました。イスラエル側の情報機構、今回は結構高評価されました。イスラエルの説明としては、ヒズボラ組織を破壊します。この半年間、900発のロケット弾発射されたんです。我々は大変攻撃を受けました。 イスラエル側は48名犠牲者が出て、6万人以上の方は自宅がなくなったり、あるいは家があるんですが、危険ですので、帰ることはできない状況です。また、カタチについてですが、人質についてネタニヤフさんは言いました。人質は110名以上はいるでしょう。でも、生きているのは50名以下です。 まだイスラエル側の情報ですが、ハマスの最高指導者、シンマルさんですね。まだ生きているでしょうか誰もわかりません。原因はですね、彼は急に行方不明となったんですよ。エジプトにしても、カタンにしても、やはり話し合いを促進していますので、ハマス側の代表はいない状況です。シンマルさんからの情報もないんです。最近、イスラエル軍はハマスより ヒズボラ組織に力を入れています。バイデンさんはこの状況で23日警告しました。これ以上攻撃をやめるようにとヒズボラ組織を完全に消したらアメリカが巻き込まれるから戦場の過去だになりますよと言ったんです。でもネタニュフさんは諦めませんよと言ったんです。ちなみにこれですねヒズボラ組織も 永遠に終わりませんよというふうに言いました。やはり復讐するというふうにですね、姿勢を見せました。次です。後、中国の環境対策の先。これは中国政府絡みです。9月23日、ドイツの環境保護局 UBA 発表しました。中国とドイツですね、66個のプロジェクトありまして、 CO2 排出量を減らしましょうと。うち45号は先の可能性はあります。原因としては2024年2月、欧州委員会では、ドイツ、やはり欧州において生存拠の大国ですので、ドイツ、ために特別補助金取りました。40億ユーロ、支援しますよと決めたんです。ドイツの鉄鋼業、コンクリート、 ガラス製造とかに使用されます。うち15億ユーロあるんですよ。これは CO2 排出券の取引なんです。例えばですね、A 社はたくさん受注できました。商品たくさん生産します。そうすると CO2 たくさん排出します。改善できなければの話ですね。これ以上生産したら排出権を買いましょうと。 ドイツ政府ですね、中国から購入しました。これで15億ユーロを支払いました。でも実はですね、中国政府絡みの詐欺でした。中国政府からもらったプロジェクトあるんですが、しかし現地にてですね、何もないんですよ。中国政府は無のデータ、写真とかを提出しました。まだ一部の会社は CO2 の排出権取引について、 知らない状況です。中国政府は実際に存在しない会社を使って、ドイツの政府ですね、騙しました。ドイツの環境保護省からお金を取ったんですよ。こういうのが、まあ、情報ですね。バイデン政権はですね、よく話をします。まあ、気候変動対策で、大使さんですね、バイデンさんのあ補佐官ですね、代表、中国へ派遣して、 中国政府と使って気候の風についてよく交渉してきました。しかし中国政府としては問題あるんですよ。環境対策の対策ですね。についてはとても不透明です。そもそも中国にはデータ、保護法あるでしょう。外国には見せません。これですね、いくら交渉しても無駄だと私は思います。そもそもですね、中国政府は 環境を良くすると思ったらいけないというふうに思います。中国政府ですね。環境を破壊することが大好きです。それしかできません。環境を良くすることはできないんですよ。次です。6。アメリカの会社、シスコシステムズという会社がありまして、ダイレンとか上海公衆には営業所あります。そこではサービス事務所もあるんですが、 現在ですね、ものすごい解雇という動きしています。中国では従業員さん1,100名を雇っています。世界の各国にシステム、このシスコードですね、システムズの製品を使っているユーザーさんに24時間技術提供しています。韓国語と日本語を話せる技術者は300名です。現在の情報ですね、この300名のことを解雇します。 N プラス7ですね。平均月収の7カ月,月間の給料ですね。プラス1カ月間の基本給、支給しますよと。これでやめてもらいますと。今後、業務の一部は日本で行います。一部はインドへ移転しますと発表されました。これで、インテル社と i p m 社の次ですね。シスコという会社が出てきました。 シズコですね、結構かわいそうですよ。シズコ、中国に進出したのは1994年でした。中国に進出して、最初はですね、ホワイトと使っていました。でもですね、その後、ホワイト社はですね、シズコのものをばっかりコピーしました。シズコの説明書ですらコピーしました。シズコのロゴですら買えなかったんですよ。堂々とコピーしました。これで、 ファーェイ社ですね、ものすごい価格提供して、シスコの製品ですね、どんどん中国で売れなくなったんですよ。でもですね、その後は世界へサービスをやはり業務ですね、続いています。今後もないでしょう。というのが現状です。なので、中国ではですね、これからファービーの単価でしょう。というふうに言いますが、そもそもですね、2022年ぐらいでしたね、習近平は指導しました。 中国の政府系だけではないんですが、すべてのネットワークに関するシズコですね、製品全部除去するというふうに決めたんですよ。つまり、シズコですね、別に中国から停滞するか、しないか、しなくてもしても、そんなに差はないと思います。ただしですね、アメリカ系の会社はこれから中国からどんどん停滞するというふうに思います。次です。7。中国では、 詐欺グループのことを騙して、1800元、約4万円ほどですね、受け取って逮捕されました。これですね、ものすごい話題となっています。容疑者2名逮捕されました。場所は運断省です。自分の SNS で怪しい連絡が来ましたと。年収は20万元から30万元出しますから、約600万円ですね、500万円出しますから、 東南アジアで勤務してもらいますねという誘惑がありました。二人ですね、これは詐欺よねと分かって送金してもらったんですよ。パスポートの申請する費用、また渡航費用ですね。また自分は仲間を連れていてもいいですかと。それで、さらにですね、パスポートの申請費用、渡航費用を要求しました。これで振り込んでもらいましたね。今回ですね、有罪、 判決となった理由としては、詐欺グループを騙してお金を取ったわけですから、これも詐欺行為です。二人は、交流10日間、プラス罰金2000件ですね。中国政府ですね、実は、この罰金がメインですよ。中国政府ですね、うん、詐欺グループの逮捕はできないんです、うん。これが状況ですね。次です。八、岸田首相、最後の概要としては、 あのアメリカにいたんです。クアッドの首脳会談に参加されました。日本、アメリカ、オーストラリアとインドです。また、アルバニージー・オシャレム首相とモディ首相との個別会談もあります。この会談ですね、4カ国会談が終わって、バイデンさんですねその裏にいて発言したこと、渡なっています。習近平は国内の経済で困っていますよと。 習近平は外交の関係を改善しようとしていますよ。当賠典さんが言っています。アメリカ、たまたまの情報ですが、中国はボーイング社に 737Max という飛行機ですね。50機を注文しました。金額は6億、60億ドル以上です。購入する会社は中国のリースの会社 CDB という会社です。飛行機を購入して、 国内だけではなく世界の各国に課します。という行動出ていますので、やはりですね、習近平はアメリカとの関係を改善するでしょう。ただしですね、もう無理です。と私は思います。習近平の本性、あるいは中国政府の目的ですね、中国政府というのはどんな政府でしょうかどのううことですね、それ、何をしたいのか今回ですね、習近平の 本書、全部バレました。この状況で、みんなですね、やはり警戒するというふうに思います。でもですね、中国は本来ですね、自慢できる、えー、中国の自国産ですね、国産の飛行機 c 9 9ありますので、どうしてそれでも、ボ易イング車からたくさん購入するでしょうか。当然ですね、国内線使うかもしれませんが、海外の会社に貸すかもしれません。 でもですね、この間、また情報ありました。中国の国産の飛行機 C919 飛んでいます。飛びました。離陸しました。でもですね、離陸して2、3分後ですね、飛んですぐに帰ってきました。また、ボーイング車の飛行機に乗り換えしてもらいたんですよ。やはりですね、中国の国産の飛行機ですね、トラブルが多いという情報はあります。 またですね、中国の経済ですね、社会についてもたくさん情報ありますので、また話をしたいと思います。この動画はごほうと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。